組織に順位が潜んでいるとの報告が。おそらくうちの武器がオーバークロックを起こした件を探りに来たのかと。やったのか。ご安心を。きっちり処理しました。外に漏れることはないでしょう。工場はすでに再稼働しています。ただですね、ボス、普通の作業員は武器の長時間の使用に耐えられません。金をやれば済むことだ。あのメカニックの改善案を早急に実行しろ。新人に尻拭いさせるわけにはいかないだろう。それじゃ少し手を貸してあげようか。次の取引はこちらが有利だ。奴ら物の入手に焦っているからな。取引が成功することを保証するわ。貴様、意地汚いイカれた追放者め。起動装置を持て。取引場所で合流するぞ。待ち伏せ。原始出番よ。欲張ると身を滅ぼすわよ。追放者どもがどうやって知ったのかは分からんが、ブツの方は誰だ。気をつけて。今装置が起動したら何が起こると思う？私たちのボスはきっとそれを見たくないはずよ。お前は若い奴は潜入捜査員だ。何だと？じゃあ俺たちがやったあいつは？すぐに物を出せ！侍と。今はあなたたちの選ぶ番よ。両手を挙げて降参する、それとも命がけで抵抗する。考える時間を5秒あげるわ。武器はこちらにある。5。あの装置だけでは。4。あの装置だけでは何もできないぞ。もっと素敵な贈り物があるとしたら糸を重ねれば網になる。さあ、獲物を捕まえなきゃね。獲物がやってきたみたい。